装自由ってどこまで自由なんですか？何を着てきてもはっきり言ってどうでもいい、そんなとこは見てないです。ぶっちゃけ顔さえ用あるのっていうところで、それはもう明確にありません。ない。顔さえ用あるのないのか知って何になりますっていうのが逆に聞きたい。何を聞いたら、ないなら聞かなくていいんじゃないのってシンプルに思いますけどね。いやでもなんかそれはね、高橋さん、それはよりワクワクして生きるとか気楽になるとか、なんかそんなことがあってくれたら本当なんか嬉しいなと思います。どうもこんにちは、信頼ありメンバーのバラマツです。今日はですね、この着替えよう就活プロジェクトさんとのコラボ企画でございます。本当は人事さんに聞きたいけど聞けないよねっていう質問をどんどん質問していこうという企画でございます。ということで早速今回出演してくださる皆様に自己紹介をしていただこうと思います。私安田雅彦と言います。今 We Are The People という、地方組織のコンサル会社、一人でやってるんですけど、これは昨年サラリーマンを辞めて起業して今に至ります。で、私ほぼ30年日本の会社と、あとは外資系を中心に5社ですかね、ずっとやってきてます。いろいろこうお話をしてきたんで、また何かこうちょっとためになるお話できればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私はですね、今ユニリーバーという、グローバル企業ですね、消費財の会社ですけれども、そこの日本支社の、人事と総務の責任者をしています。私も大学卒業してからずっと人事組織にいますので、今日は安田さんと2人ですね、ぶっちゃけ話を勇気を振り絞って聞いてくれることにはもう全部答えていきたいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで早速質問に参りたいんですけれども、実はですね、私今日就活生のお二人に服装自由で来てくださいねっていうふうにお伝えしたんですね。で、今回島田さんと安田さんを前にして服装自由と言われた時にお二人がどんな格好をしてくるのかっていうのをちょっと見たくてそしたら綺麗にお二人とも別れたということで、お二人にどういう意図でこの服装を選択したのかっていうところをちょっと伺いたいなと思います。選考関係ある面接とかの場で服装自由って言われたら、やはりスーツを着とか着ていくだろうなっていうふうに思うんですけど、説明会とかだったらそんなに選考に関係ないのではないかなと思って、自分に似合う色のもの髪型をしていくかなと思って、今回この髪型と服装で来ました。ありがとうございます。じゃあ大塚さんは就活に関連することなので、スーツを選んだっていうのが、一番の回答でして、普段旬ダイアリーもその就活関連の動画を撮っていて、いつもスーツですし、今回も社会人の方を前にしての撮影なので、スーツかなって思ってスーツできました。ありがとうございます。島田さんが実際にその人事でやられた時に、もしこの2人の就活生が来たら、私みたいな声はどう思いますか？全く関係ないんですよ。2点3点ポイントがあるとしたら、まず1つはその企業が服装自由っていうのをどの程度本気で言ってんのかなと思います。でユニリーバーは本当に本気で言ってるんで、2点目なんですけど、何を着てきてもはっきり言ってどうでもいい、そんなとこは見てないです。ただ本当に服装自由でいいよって言ってんのに、わざわざスーツ着てくるってどういう考えだろうってことは聞きます。別にそれが選考に関わるかって言ったら一切関係ないです。自分の考えとか意図とか表現したい自分とかっていうのを、やっぱり服装って一つの個性の表し方だと思うから、そこに対しての考え方っていうのはすごく大切にしてます。ありがとうございます。なんかもう一個ちょっと気になったのが、程度にもよるっていう話があったと思うんですけど、服装自由ってどこまで自由なんですか？例えば私今日緑着てきてきたんですけど、本当の就活の場だったら自由って書いて多分白のブラウスとかを無難に着ていくと思うんですよ。これぐらいは全然問題じゃないというか、普通に皆さんがこう出かけるときにしたい格好をすればいいと思うし、あとね、僕もう一つ意外と抜けてるポイントって、自分はどういうふうに思われたいかっていう、このこっちの意思を意識した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、僕なんかやっぱり例えば、もう絶対スーツ着ないんですね、っていうのはやっぱりそういうキャラクターじゃないっていうふうに思われたいっていうのは最初にあるので、自分として相手にどういう印象を与えたいかっていうのは、さっきのね、なぜその格好をしたかって言われた時に答えれるっていう部分と似てると思うんですけど、それを考えた気がしますけどね。続いてお聞きしたいのが、ぶっちゃけ顔さえ用あるのっていうところで、それはもう明確にありません。ない。僕ちなみに外資系4社行ってますけど、内定が出るまでに1回も写真貼ったことないですよ。すでにそういう世界は実はあるんですよね。だから写真がないと採用ができないなんてことは
僕ありえないですし、だからいらない情報だと思います。ちなみにお二人の会社だとその顔採用やってるイメージが全くわかないんですけど、世間一般的に顔採用をしてる、例えば営業がメインの会社さんですとか、あの化粧品メーカーの会社さんとかですと、実際はあるものなんですか？どうなんですかね。あんのかないのかを明確にしてくださいって言ったらあんのかもしれないですよ。やっぱりその第一印象のいい人の方がいいって思うかもしれないし、けど顔採用あるのないのか知って何になりますっていうのが逆に聞きたい。なんか別にあったってなんか中身がちゃんとしてればそこ気にしなくてもいいし、外見なんていくら何もできる、特に女性なんて化粧だってできるわけだし、そこってあんまり真髄じゃないんじゃないって思う。次のじゃあ質問は高橋さんから、はい、お願いしたいなと思います。あの面接の最後に逆質問ありますかっていう風に聞かれるんですね。でそこ で結構テンプレみたいなのがあるんですよ。そこに当てはめて留学生が多いんですけど、何を聞いたら ないなら聞かなくていいんじゃないのってシンプルに思いますけどね。いやでもなんかそれはね、はいはい、高橋さん、それは高橋さんの興味をそそるような魅力がその会社に多分ないんですよ。本当に聞きたかったら出てくると思う。本当に聞きたいことがあれば聞けばいいと思うし、なければしなくていいと思いますけどね、あの私も基本一緒です。あの何聞いたらいいですかってことが出てくること自体がちょっと終わってると私は思ってて、テンプレがあるって言ったことがもうこの世が終わってることの表れで、そもそも今のその就職活動ってことに対して私はさえもうへきへきしてるんで、受かろうと思ってやんなくていいんじゃないって思うわけですよ。もっと準備なんかしないでありのまま来て落ちれば落ちればいいし、なんかそれぐらいの気持ちで来た方がいいんじゃない。だって企業なんてあまたあるんだし、その時受かんなかったら別にその次の年やればいいし、別に企業なんか就職しなくったっていいし、世の中には5万と尊い仕事があります。そちらのなんか豊かさに目を向ける機会だって捉えたっていいと思うので、だからやっぱり、ね、内定が出なかったらね行かなくてよかったってことなんですよ。落ち込む必要なんか全然ないと思いますよね。自分自身が就活してた時にこれ聞かせてあげたらもうちょっと楽気楽に就活できたかなと思いますね。じゃあ次大塚さんお願いします。はい、就活マナーってどれぐらい合否に影響するのかなっていうところで、まあ、例えばオンラインの面接でなるべく背景が綺麗な方がいいだったり、あの面接開始ギリギリに来るとちょっと怪しいかなだったり。はい、この島田さんの今の顔が答えです。背景なんか関係ないし、就活マナーなんてないです。それよりも人としてのマナーはあると思う。じゃあ遅刻してきていいんですか、それは面接とかじゃなくって人に対しての敬意だと思うんですよね。だからもうなんかもうそんなことに時間とエネルギー使わないでほしい。背景なんてもでもいい、ない、はい、ない、就活マナーはない、はい、私はそれこそ就活してきて、あの面接で学生の嘘や持ってる話ってバレるのかなって、ね、気になって最後にお聞きしたいです。全部わかってますよ。それは就活だからとか面接だからじゃなくて、自分がちょっとついちゃった嘘とか大きめに言ってることとかも全部は分かっちゃうんですよ。たくさんの方に会ってきて思うのは、本当にその人のあり方は全部お互いに見えちゃう。だから準備とかいらないんですって、うん、それが私からのメッセージかな。で、あとその持って入ったところで何の価値があるんだって話ですよね。そうだよね、持って入りたい人は持って入ればいいと思うし、まあでも大体続かないというか、うん、あの思った通りにはいかないですよね。そんな簡単なもんでもないと思う。やっぱり自分のありのままを出して受け入れてくださった会社で入社後も活躍できるってことですもんね。ということで、本当に全ての質問に対して正直にそして本気で答えてくださって、島田さん、吉田さん、本当にありがとうございます。ございました。今日こうやって話せたことからなんかヒントがあってね、見てくださった方がさ、その就職活動はもちろんのこと、そうじゃないところでもなんかよりワクワクして生きるとか気楽になるとか、なんかそんなことがあってくれたら本当なんか嬉しいなと思います。今見てくださってる学生さんもお話を聞いてちょっと気持ち楽に明日の面接とか就活とか人生そのものも捉えられたらいいなって思います。
ということで今回の企画は着替えよう就活プロジェクトさんとのコラボ企画でして、あの詳細の URL が概要欄に貼ってありますので、興味のある方は、はい、ぜひ、ね、下の概要欄からチェックしてみてください。今日は皆さんご出演本当にありがとうございました。ありがとうございました。人生を送ってください。バイバイ。ありがとうございます。